コンさん、オーダー弁当、iPhone から冷やす配信っていう URL。はい、すいません、お待たせしました。今、スーパー近くにあったので、さんスーパーの屋上の駐車場におります。というわけで、美味しい楽しいご飯の時間ですよ。いやー、やっと食べれる。普通に、もうホーナーベルトとか忘れて、普通になんかもうスーパーで買っちゃいそうになっちゃうから、あったかい。まず唐揚げ。いや、これ絶対美味しいやつ。この持った感じのどこさん、もい。もいです。熱っ、あ、意味がやっとわかりましたね。よく弁当持ってて、熱い熱いって言ってたんですけど、お弁当そんなに熱いなんてことあるんだと思って。熱いですね。めっちゃ熱い。いつも開いた状態で。さやかさん、ああ仕事がついてしまいました。大なり小なり。どっこさん、広川さんの顔が元気になった。はい、これからご飯が食べれるので、いきますよ。せーの、はい。ドゥルン。あ、ポテトサラダの日でした。熱っ。弁当に入ってんのにこんな熱いってことあるんだ。熱々熱々。出来立てってことですよね。今日はポテトサラダの日でした。そして今スーパーで買ってきたのは。ポテトサラダやった。16茶。おめでとうございます。何かしら、何かしらいいことがあります。食事の生茶。もうね、ダブル。これ、こっちは特保じゃないんですけど、もう、めちゃめちゃ特保ってことですね。とりあえずこの、中性脂肪、血糖値、気になる方用のやつ飲みます。ああ、ちょっとだけ変な味する。念願ですよ。念願。念願すぎて。もうちょっと位置変えようかな。私、スーパーに行く前と行く後で変わったところが一つだけあるんですが、お気づきですか？メガネ正解。こっちの方が木島さんっぽいメガネだからっていうね。はい、久々だな、こういうザ弁当っていうの、超久々です。うわー、本当に暑い。お弁当の底の方がもう熱々ですね。で、このコーナー弁当のこのコーナー臭はなんか嗅いだことある匂いですね。そして重い。ご飯の容量半端ないですね。はい、もうちょっとお腹空いてきて事細かく説明しようとか思ってたけど、もうちょっともう食べたいですね。すいません、暑いしでかい。いただきます。久々こんなにてんこ盛りのご飯。ご飯って美味しいな。口さん、いただきます。あ、いただきます。忘れてた。いただきます。うん、熱い。ホーナーの部分の底がめっちゃ熱いですね。そして強風すぎて車が揺れる。あ、美味しい。今ご飯しか食べてないのに美味しいです。果たして。でもなんかすごい嗅いだことある。あ、R27 さん、オーナーだ。ニンニクはめっちゃ入ってますね。すごいニンニク。あ、だからこれ食べた後に会社に戻るとみんな気づくって言ってました。このニンニク臭がオーナー臭なんですね。うん、めっちゃニンニク。でもすごいすごいオレンジなのは何なんだろう。辛いわけじゃない。
うまっ。お肉も分厚いんで、今もぐもぐしてますけど、木島さんこれいつも3口、3かみぐらいで飲み込んでるんで、すごい、すごいな。シャブさん、どうでしたかいがありましたね。口さん、うん、いいないいな、美味しそう。バックスラッシュバックスラッシュ。いろいろね、あそこのお蕎麦が美味しいから食べ行こうとか、あそこの何々が美味しいから食べたってありますけど、稲田さん、美味しそう。あそこのお弁当が美味しいから行こうってなかなかないですね。ギリギリまで見てる始末美味しいと険しい顔になる広川様。うん、美味しいともう腹立ってきちゃうんですよ。なんでこんな美味しいのって。ちなみに私、梅干しは先に食べる派ではないですね。なんか食べた方がいいらしいですけど。うさぎさん、ちょっと移動で見れなかった。食べてる。食べてます、いただいてます。うーん、ご飯うまっ。久々にご飯粒食べてるんですよ。ご飯粒食べてる、おいしい。くちさん、木島さんも昔は梅干し最後に食べてましたよ。あ、そうなんですか。なんか多分リスナーの方に先に食べた方が体にいいって言われたんですかね。なんか、ひなのさん、追ってみも。うん、追っても。追っても。超うまいですね。なんだかんだやっぱり超うまいとか、うまい、もう本当うまいしか言えなくなる自分が嫌だ。とりあえずニンニクの味はすごいするんですよ。口さん、唐揚げワクワク。あ、そうですね。ちょっと待ってくださいね。本当にすごい。これを3口、4口で飲み込んでる木島さん、すごいな。お肉が結構分厚いんですよ。だからもう噛むのも大変っていうね。唐揚げは何個入ってるんですかね。結構私値段何にも見ないで来ちゃった。コーナー弁当が600円だったんですけど、この唐揚げはいくらだったんだろう。はい、こんな感じでーす。いや、すいません、箸舐めちゃった。こんな贅沢なかなかないんですけど、贅沢っていうかこんながっつり。なんかもう早っ、私もう胸がもういっぱいになっちゃってるんですけど。いただきます。あ、うまっ。これ、うん、これこれ、うん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 。多分なんか他のものもあげてるんだろうな。なんか美味しい。うん。いざ食べると何も出てこないんだ。美味しそう。バックスラッシュ、バックスラッシュ。美味しいしか言えなくなるな、やっぱり。うん、ここ最近食べた唐揚げの中で一番美味しいですね。なんだろう、衣が、なんか、うさぎさん、うん、私は小さい頃お母さんが作ってくれたドーナツみたいな、なんか違うな、でも なんか違うな。もうダメだ。美味しい。美味しいとしか言えない。せっかくなんでね。ベストな状態で撮らないと。久々このメガネかけたけど、ありっちゃありだな。よかったです。これで見えますね。くちさん、野菜もたっぷりでいいですよね。ですね。まだ人参、玉ねぎコーナー行けないんですけど、っていうかまだ私ほんと
10口も食べてないんですけど、もう胸いっぱいです、本当は。私やっぱお米好きなんだな、糖質制限してるけど。はい、私そう見てても思ったんですけど、なかなかこのあの人参の切り方なかなか珍しいですね。うん、そしてこんだけシャキシャキな状態なのもなかなかない。うん、私勝手にあのクタクタになってる人参が好きだから、結構早い段階で人参入れちゃうんですけど、シャキシャキも美味しいですね。炒め人参。うん、あ、ふわふわ。さやかさん、仕事を行ってきます。動画アップ楽しみにしてます。はい、今日中にはアップできたらなと思います。頑張ってください。わかんないな、コーナーエキスがあの漬物コーナーに来てます。これですね、このことをおっしゃってたんですね。確かにこれ職場の近くにあったら最高だな。あの、毛島さん、おかずとご飯のペース配分が上手なんですけど、私下手ですね。ご飯が久々すぎて、美味しすぎて。R27 さん、うまそうだ。もう美味しいです。そして、想像してた以上にニンニクです。ニンニクと味噌と、このオレンジ色は何なんだろうな。なんか中華っぽい調味料入れてるのかな。ごま油は感じないとは思うんですけど、ラー油なのかな。よくやりますよね、木島さんとね。もうわけわかんないですね。よく見たらアイドリングストップって書いてあって壁に。久々にご飯食べてて幸せだなって思いました。もう本当にできることなら、あの木島さんの動画見てる方全員に届けたい。でもチェーン店とかになったらそれまた違うんだろうな。ちょっとなんか結構噛まなきゃいけない系の内容なので、ちょっともぐもぐぐちゃぐちゃ言ったらすいません。なんだろうな。R27 さん、私も見ながらご飯してます。あ、ちょうどいいですね。なんかどこかスナック感覚があるんですよね。なんだろう。衣に多分理由ありますね。おいしい。無法な。コーナージルに